こっちよ。これが最後の機会かもしれない。何の？作戦を聞く機会よ。もしないと言ったら？花子、はぐらかさないで。こう考えて、パレードの日のあなたと竹村にはそれなりの作戦があった。でもそれは一瞬で覆り、計画は水の泡。それでも私たちは今ここにいる。なぜかわかる？時に人は真実をまっすぐ見据える必要がある。あの時私はそうしたの。あなたのおかげよ。あなたはとても誠実な目をしていた。じゃあ役員たちもこの誠実な目で見つめてやればいい？武器を携えてね。私の目で魔法にかからなかったら、もっと確実な方法を取る。そういうことね。いいえ、連中も予想だにしない展開が待っているわ。傍聴にいたことがあるけど、こんな場所聞いたことがない。もちろんそうでしょうね。ここは我が荒坂社の中でも最高機密に分類される場所なの。これってもしかして？父のオフィス、東京本社にあるオフィスの精密なコピーよ。父は世界中の使者にこの部屋を作らせたの。小物を含め隅々まで再現されている。目を閉じていても仕事ができるくらいにね。父はそういう細部にこだわる人なのよ。だった。今なんて？サブローはもういない。象徴はそう簡単に消え去らないものよ。問題なのは各派閥が今も荒坂の理念に忠実かどうか、そして過ちを認める勇気があるかどうか。正直言って望み薄ね。私の証言なんてへとも思わないだろうし、あんたの影響力もたかが知れてる。じきにわかるわ。来て。室は最上階よね。ええ。じゃあどうして下に降りてるの？言ったでしょ、神輿には荒坂タワーの地下からしかアクセスできない。役員会議に押し入る前にもう一つやることがあるの。え？たく、なんで最初から全て教えてくれないのよ。もともと全てを教えるつもりはないわ。用心深いから。てっきり信頼されてると思ってたけど。もちろん信頼はしてるわ。だからあなたはここにいるのよ。でもさらわれた直後はまだ疑っていた。それで助言を求めたの。誰に？父よ。父が精巧なコピーを作ったのはオフィスだけじゃない。え？お父様、この人よ。お前は我が社から盗みを働いた。嘘でしょ。さらには娘の誘拐に加担し、今度は息子を葬り去ろうとしている。荒坂に随分と恨みがあるようだな。こんなの聞いてない。今まで隠していたのには理由があるの。ふざけないで。リー、無礼な真似はよして。その通りよ、クソジジイ。リー、シルバーハンドはよろしくってさ。
花子の言う通りだな。確かにただ者ではない。行きましょう。彼女がバカなことをしでかす前に。準備はいいぞ花子、始めろ。お父様。済んだわ。行きましょう。早く行こう。あともう少しよ、B。持ちこたえられる？体がどんどん弱ってく。急がないとまずい。ええ、そうね。役員はあんた側？少年、ある意味ではそうね。どういうこと？私と私の金、どちらに忠誠を尽くすつもりでいるのかはわからない。どっちもそう変わらないんじゃない？はっきり言ってくれるのね。だから私がいるんでしょ。動機はどうあれ、重要なのは私たちと一緒に戦ってくれるかどうかね。それはあくまで最後の手段よ。役員会が敵に回るならそうするしかない。もしそうなったらね。そうなったら私が連中に対処しろってこと？武器の用意はしておいて、それと指示するまで一言も喋らないように。たとえどんなことが起きても私を信じて。島一つに過ぎない。1万2000人が住んでる島よ。周りに他の島が腐るほどあるだろう。そこに移住させればいい。コース、遅くなりました。申し訳ありません。花子、どうしてここに？我が兄はどこにいるのです？先に初めて色とのことだけど。なら始めましょう。彼抜きで。何をです？頼信を荒坂社 CEO の座から引きずり下ろすのです。は、今なんと。何をしてるんです？その花子様、ご説明ください。 B、 あなたはここよ。私を一体何だと思って。悪いんだけど、どいてもらえる？一体何なんだ。失礼。頼信は父を殺し、その死を口実に世界中で戦争を始めようとしている。あなたたちは皆そのことを知っていた。面白い。でたらめにも程が。まったく、証拠もなしにどうやって信じろというんですか。ここに目撃者がいます。頼信は飼い犬たちをよくしつけてるようね。あんたたちは騙されてるのよ。これ以上茶番に付き合っていられるか。警備を呼べ。いい考えね。頼信のとこに送って紺碧で何があったのか問いただしてもらいましょう。でも武器は持たせるのよ。あいつは怒ると人を締め殺すから。なかなか面白い話ね。だけどどうせ証拠はないんでしょう。今の証言で不十分だというなら、父の言葉を聞いてもらうしかないようですね。何？見下げ果てた奴らめ。
荒坂様。赤子のようにまんまと騙されたか、日和見主義に走ったか、いずれにせよ彼にも役員である者たちがなんと情けない。こんなものに我々が騙されるとでも？トリックだろう。マヘッド、お前がミリテクとの全面戦争を憂慮していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。荒坂さん、見たところあれから何も変わっていないようだな。本物だ。おじい様、いかがいたしましょう。花子の指示に従え。花子の発する言葉は全て私の言葉同然だ。意義のある人は？侵入者を検知。何が起きてるの？ハヤブサプロトコル発動。どうやら納得していない人がいる。ロックダウンされてる。クソ、花子、これはお前の仕業だな。檻の中のネズミのようにここに閉じ込めて共食いでもさせようというのか。今のはこいつの他にもゴロツキどもを連れてきたんだな。花子、どうなってる。まさかここまでするとは思わなかった。私は戦力を集めて荒坂タワーを掌握する。あなたは兄を見つけ出してエレベーターでアトリウム上部に行って、頼信がいるフロアに通じてるわ。生きたまま捕らえるのよ。ん？この後に及んで。私の兄であることに違いはない。髪の毛一本でも傷つけたら取引は解消よ。ええ、始めなさい。エネミーコンタクト。突き当たりにアトリウムとエレベーターがある。気をつけて。このフロアで戦闘が起きてるようよ。問題発生よ。連中がエレベーターをすべて停止した。こちらですぐに制御室を奪い返す。上に続く階段は中央のエレベーターに向かうのよ。急いで。解除された。警戒して。頼信の手下が配置についてるはずよ。制圧が完了したら私もそちらに合流する。2067年荒坂社のボディーガードが日本国天皇を暗殺者から守りました。2071年荒坂社警備部隊がアメリカサンフランシスコにおける大規模な暴動を未然に防ぎました。2074年、荒坂社の捜査によりリオデジャネイロのテロ組織が崩壊。一連のテロ攻撃の終止符が打たれ、犯人たちは処刑されました。すぐにネットランナーがサポートに着くわ。
警備を片付けた。その先の大きな部屋に兄が用意した精鋭部隊が配置されてるはずよ。油断しないで。ドアはネットランダーに対処させる。先に進んで。止まるわけにはいかない。生身の体。嘘でしょ。アダムスマッシュ、こんなとこでアウトはね。
スマッシャーともおさらばね。どう、ジョニー。スクラップにしてやったよ。これで十分でしょ。スマッシャー、二度と私の前に姿を現さないで。見てる、ジョニー。もうすぐ着く。こっちもよ。忘れないで、髪の毛一本傷つけてはダメよ。はいはい、あんたのお楽しみは取っとく。このような結末を迎えようとは。お前は妹はどこだ？何？探し出して、今度こそきっちりととどめを刺すつもり。勘違いするな。巻き込むつもりはなかった。俺は守ろうとしたんだ。お前さえいなければ、あいつはうちで何事もなく過ごせたのに。花子はどこだ？すぐに来るはずよ。それまであんたが変な真似をしないよう見張らせてもらう。今さら俺が何をすると言うんだ。全て無に帰した。これはもういらないでしょ。弾は残り一発。お前の分じゃない。見ろ、何が見える？恐怖、そして無用の流血。無用？あんたの負けよ。違う、負けたのは彼らだ。京都、ドバイ、パリ、忘れることができたのに、もうかなわない。忘れるって何をよ。恐怖だ。馬鹿げてる。物心ついてからずっと俺は恐れていた。これだけは認めざるを得ない。あいつは人に恐怖を抱かせる術を心得ていた。サブローね。かつて教えられたよ。旗は風があるからこそはためく。風は恐怖だ。そして父は俺の顔に息を、恐怖を吹きかけた。あいつの思惑は外れたがな。だが他の奴らはまんまと恐怖に駆られた。今でもだ。見ただろう、死人の言葉にバカどもは震え上がっていた。哀れな。それを変えるはずだった。お前が邪魔をするまではな。あんたもかつてはギャングのリーダーだったんでしょ。でも権力のために夢も理想も全てを捨てた。権力だと？くだらん。権力など、半世紀前テロリストはこの建物を吹き飛ばした。それは
知ってる。それで何か変わったか。いいえ。そうだろう。だが俺は学んだ。爆弾を仕掛けても足りないとしたら一体どうすればいい。自分が爆弾になるんだ。花子。兄さん。待っていたぞ。世界が崩れ去るときは必ずお前がそこにいる。やめて。人の前よ。助かったわ、B。これで終わりよ。いいえ、まだよ。心配しないで、約束は守る。あなたはヘルマンと行きなさい。あんたは。私はまだ兄に用がある。行こう。次は君のチップの件だ。自分自身がなってしまうと、文字通りにな。